はい、どうも皆さんこんにちは、サンギーラです。本日もハリーポッター魔法の覚醒で遊んでいきたいと思います。本日もサムネとタイトルで大体わかると思うんですけど、世界1位のダブルスレナントさんとテンテンさんっていうのがいるんですよ。ちょっと見てくださいよ。2対2ベストパートナーのワールド世界です。世界の1位2位がレナートさんとテンテンさんなんですよ。この2人は先日の公式配信でも2対2で優勝してるんですよ。もう圧倒的な力を見せてて、でこの2人多分一緒にやってるんですね。なんかポイントも近いですし仲いいようなのでやってるみたいなんですけど、まあこの2人が強いのはわかるんです。はい、もう見ての通り圧倒的ですよ。1万超えちゃってるのこの2人しかいないんで、この強い2人を紹介するのもいいんですけれどもね、ただそれだけだとねちょっとひねりがないなと思って、今日はこの2人をぶち倒してる試合を見つけたんですよ、珍しく。なのでちょっとねその試合をとデッキをねお見せしようと思います。はい、こちらです。まあちょっとねそれぞれ2対2なんで1個ずつデッキを紹介してると時間が結構経っちゃうのであっさりと紹介するんですけど、ハーマイオニーと双子のデッキですね。韓国の選手です。ここもね多分2人組んでやっていて、かなり韓国でもトップクラスのコンビなんですけど、まあレナート選手たちのチームが負けてますね。はい、レナートさん側がスネイプと双子、結構双子がね人気っぽいっすね、こう見ると。で、韓国の選手からデッキ見ていきましょう。ざっくり見ていくとサンダーストームを主軸としていて、あと火力系でいうとオブスキラス、それ以外はまあプロテゴ、まあシールドだったり隠れたり、あとはオパグのエクスパルソ、まあそんなに攻撃的な呪文は入ってないですね。まあセクタムセンパラか、この3枚が攻撃的ですけど、他は結構まあそれなりにって感じですね。で仲間カードがなるほど。でレナートさん側のスネイプはカニが入っているスネイプ、あー嫌ですね、戦いたくないなこれは。カニスネイプは強そう。まあそんな感じ、パッと見た感じですね。で相方がこう双子同士なんですけれども、韓国側の選手はロコモーターが入ってて水牢も入っている。なるほどなるほど、ロコモーター水牢アグアメンティ、水ポケモンですねこの人、水をガンガン使うみたいです。そしてテンテンさんに関してもロコモーター入ってる、そしてオブスキラス、まあ呪文と召喚がいい感じにバランスよく入ってるデッキとなっております。じゃあね早速見ていきましょう。韓国1位2位と世界1位2位、いやーどういう戦いになるんですかね。僕はね1回だけ見ましたけど、もうテクニックのオンパレードですので皆さんぜひ楽しみにしてください。 0.5 倍速でも追いつかないぐらいだと思うんですが頑張ります。まずご挨拶程度のセクタムセンプラしっかりと入れてますね。ただお互いすぐ離れてね最後の一撃は逃れてます。ロコモーターに対して、おカサンドラを同時出し、これね HP 見るとまあ6000ぐらいだよね。まあ鳴らすと同じぐらいのレベル感なんですよ、2人とも2組ともね。そして水牢使うじゃないですか。水牢でピエルトータムとロンを囲んだ状態でカサンドラの範囲に入れる、もう大ダメージだよこれ。水牢のダメージとカサンドラのダメージでもう粉も残らない。はい、もう消え去りました。からのアグアメンティで、この攻撃バフをつけるね、メガネ少年を引っぱたくわけなんですけど、レナートさんがそれをね、やめてくれと。勘弁してくれと。ただ、オブスで仕留める。やっぱりケビンをね、倒すことが何よりも重要。ケビンが出たらみんなすぐ倒して。っていうことがよくわかりますね。世界トップクラスでもそういう選択がされてるってことなので。その後はオブスキラスでカサンドラを消す。やっぱお互いというかカサンドラは早めに消したいもんね。召喚がどうしても入ってくると。で、毒だまりで足が遅くなってるところにオブスキラス。しかもめちゃくちゃダメージでかいですね。123とかいってるんで。そしてレナードさん、レベル19のカニ。やばすぎこれ。存在感がすごい。 HP800 ですよ、これはなかなかね。
で、ロコモーター出します。で、結構テンテンさんの HP が残り800とかなりね、減ってきてはいますね。さあ、どうなる？やはり、霧をやるとさ、モンスターブック突っ込んでくるよね。サンダーストーム来ました。カニが邪魔だね。カニに落ちるサンダーストームはほぼ無意味なんでね。出ました、水路。水ポケモンなんでね、この人。で、水路でしっかりこのグロープね、この人も相当怖いからね、レベル18のグロープですよ。え、HP1000 超えてましたよ、今。えげつな。お、そしてプロテゴからのダニエル。結構回復量多いですよ、これ。グロープもうずっこけてますよ。なんだかんだでテンテンさんは残り388、かなり追い詰めてますね。作戦的にテンテンさんを集中攻撃してる感じなのかな。うん、そんな感じが見受けられますね。ここでテンテンさんはギリギリ落ちない、ギリ耐えてます。いやー、このグロープえげつないな。レベル18ってやばいよね。ダメージもそうだけど HP がすごい。あと少しで倒せるってところでモンスターブックが邪魔。はい、来た、アグアメンティ。アグアでしっかりと処理してレナートさんにも当てとくと。すごいですね、いいダメージ入ってますよ。で、サンダーストーム、テンテンさんはもう食らいたくないね。これ食らうと落ちるのか。落ちた。まずワンダウン入りました。で、ポートキーでカニを飛ばす、敵の陣地に。これはやばい、レベル19のカニが入ってきた。ただね、すぐさまロンでこいつを弾にしちゃいます。アモン落ちましたね。その間にロコモーターも出しちゃうと。で、ロンは膨らまされちゃってますけど、まだ HP380 残ってるんで。おっと、ここでロンが豚になりましたが、豚のまま運んでます。豚のまま運ぶことがあるんですね。おお、かわいい、豚が踊りながら運んでますよ。で、最後突進は当たるのか。当たったのか、素晴らしい。いや、すごいですね、ロンって豚になっても運んでくれるんですね。それは知りませんでした。で、水路強いですね。そんなこんなでテンテンさんが2回目のダウンですね。で、こっちも、水ポケモンの方が倒れました。瀕死状態です。おお、杖173、一発173はえげつない。一気に HP 減りました、ゴリゴリっと。あんなん食らいたくねえな。で、レナートさんが、回復に入ってますね。うわー、ファイヤークラブに綺麗にオパグノを当てましたね、今。で、カサンドラ2回目ですね、双子なんで。いや、素晴らしい。で、またおばあちゃんが出てきて全部モンスターに変えちゃいました、動物に変えちゃいました。で、 HP の残り具合としてはいい感じですね。お互い1000ちょっと残ってる感じ。テンテンさんが危ない危ない。レナートさんもかなりダメージ減ってます。ダメージじゃない、 HP 減ってます。いやー、すごいですね、アグアです。いや、このアグアメンティね、めちゃくちゃ強いよね。当たるたんびにダメージ上がってくんでね。で、テンテンさんが落ちました。これ以上は復活できません。で、残り1000ぐらい残ってるので強いね。まあ、オブスキュラスで被弾は避けましたが、このあとね、逃げ切れるかっていうと、まあ、エクスパルソタイミング悪く食らってなかったんですけどね。若干エクスパルソ打つの早かったみたいで。やはりもう年でしょうか。で、こっち味方が今落ちました。で、オブスキュラスでかいダメージが入るんですが、この人落ち着いてます。もう勝ちますよと。強いわ、すごいね。じゃあ今日はちょっと2対2でそれぞれのデッキをね、試して使ってみようと思います。じゃあまずね、この水ポケモンじゃない方のハーマイオニーから使ってみようかな。やっちゃおうぜ、セクタム。おお、うまいっすね。ただのテストに過ぎないな。そうですか、
プロテゴに入ります僕は。お前がプロテゴいつの間に。ちょっとこの人をやっちゃいたい。やばいやばい、あプロテゴでも打ってあげればよかったのに。ナイスナイス、倒せてない。ケビンは最短、ケビンは最短。やば、あ俺のせいでこれケビン死んじゃうやん。分かったわ、ただのテストに過ぎないわ。一旦ここでねハーマイオニーをしっかりと封じる。でそろそろ溜まるよね、溜まったらここでオブスを打つ。オブス2連発いいぞ、よくやったマイオニー、お前よう働いたよ、よく働いた。やだね、違うわ、飛んでけもなんで。セクタムミスった、セクタムじゃなくて俺今オブス打ちたかったんだよな、ミスったわ。どっか行け、始めましょうか、行け。どうだ、足が遅くなって逃げにくいだろ。危ない危ない、うわー食らってた、ごめん。ノンコンティ、ノンコンティさんよろしく。あいよいよ、すごくいい感じ。そうこいつら危険なんでね。ほい、あセクタム、オッケー、いいぞ、やめて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 、終わり、よっしゃー。え待って待って、味方が死んでたんかい、ごめんごめんごめん、 I'm sorry I'm sorry、 今のやっちゃえばよかったマジで。うわークソプレイだぜこれ、またコメントで叩かれるぜ、下手すぎねって。ナイスナイス、ノンコンティ頑張れ、ナイスナイス、いいぞいいぞ、もう負けない。こいつこのシナントカさんをしっかりと、オブスオブス、オッケーオッケー、大丈夫、いいよいいよ、やった勝った、ありがとうノンコンティ、ナイスナイス、グッドグッドグッド。次は双子デッキを使ってみましょう。さあ、あナゴワツだ、ナゴワツは僕のフレンドですね、めちゃくちゃ強い人ですよこの人、頑張ろう、ナゴワツに勝つんだ。ただ使ったことねえんだよな柳ね。私の助けが必要。ただのテストの次回の無駄な。アクロマンキラベノム。ベノムでしょ。これ。うわ、水ポケモンだあっちも。ナゴアツが、そうだナゴアツは水使うのうまいんや。うわ最悪や。ノルウェーリッチが瞬間的に生まれたぞ。あーちょっとこれはねぜひ水使いたいけどな、いやーそこでやられちゃったな。またノルウェーリッチやってない、うわ最悪、読むの早、早いで、しかしこいつ枯れさすわ。また産みそうだよな、産んだ産んだ、ちょ何ですかこの人、よしよし、とりあえずダメージを入れ続けるんだ。やめてもろて、ありがとう、こんな遊び方じゃないよ。危ね危ね、だいぶこれ厳しい戦いになってきたな。トロールまでいるやんけ、ナイス、苦しいよ、ちょっと待って、いた、こいつ痛いぞ結構。
ちょっと待って、俺だけ食らってない？あ、よかったよかった。ノルウェーリッチやめてほしいな。あぶねえ。俺も乗せてくんね。あ、いや。みんな大丈夫。僕たちは仲間なの。こんな失敗。オッケーオッケー、いい感じ。なんかいい感じ。だるいな。アガメンティアガメンティ。とりあえず強敵を。やばいぞ。やばい、2匹もノルウェーリッチがいる。ああ、ミスった。足が足りず。ごめん。頼む。最後までやればよかったな。やばい、これ俺死んだな。おお、なんか奇跡的にプロテゴでなんとか。頑張れ頑張れ。足がねえんだ俺。あいつら来んな。勝つんだ俺は。よし、いけいけいけ。やばい、アグアメンティやめて、やめて、アグアメンティやめて。ああ、おうおう、勝った勝った。やべえ、めちゃくちゃいい試合だったよ。いいねいいね、クシェルさんありがとう。はい、じゃあ最後に最初に 0.5 倍速で見せた試合を通常速度でお見せするので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。セクタムシェンプラ、ピエルトータムロコモーター。時間の無駄に。みんな大丈夫、僕たちは仲間なの。しかばちかだ。ここからは一人で頑張ってくれ。オブスキラ、さっさと済ませてよ。オブスキラ、さっさと済ませてよ。オブスキラ、ファイヤークラブ。ただのテストに過ぎないわ。これ本には書いてないわよ。ただのテストに過ぎないわ。あとは俺に任せろ。セクタムセンプラ、エクスパルト、オブスキラ、オブスキラ、いけ、やめる。エクスパルト、パパグナ、これ本には書いてないわよ。モンスターブ、アグアメンティ、サンダーヘイ、トータキ。みんな大丈夫、僕たちは仲間なんだ。ピエルトータムロコモーター。杖の持ち方が間違っていますよ。始めましょうか。ピエルトータムロコモーター。七転び八起きと言いますわね。ここまでだ。くじけずに頑張ってください。オブスキラ、こんなやはりもう年でしょうか。
オブスキュラ。オブラちゃん。サンダースターモード。ファイヤークラブ。時間の無駄ね。ネビラス。モンスターブ。杖の持ち方が間違っていますよ。オブスキュラ。ナナコロビーやオキと言いますからね。くじけずに頑張ってください。ピエルトータムロコモーター。はい、いかがだったでしょうか。もしこの動画が少しでも参考になったという方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回の配信か動画でお会いしましょう。バイバイ。